新見正則先生のモダン漢方講座十二人技剤重書法の講義をご覧いただきます講師は帝京大学医学部外科准教授新見正則先生ですそれでは先生よろしくお願いしますはい、えー、今日は、えー、人参の話をしたいと思います あの朝鮮人参ですよね。あの八百屋で売ってる人参ではないんですね。あの皆さんご存知の、えー。高麗人参とか。まあ日本に来て、お種人参とか。言われているものです。でその漢方薬の中に。人参という成分が入っているだけで。えー、ちょっとこう華奢向きな、えー。漢方かなっていうのは、想像できます。例えば、細え西、ー、剤で有名な小細胞と。 孤島の抗生生薬には人参が入っていますからまあ、えー、ちょっとこう華奢、えー、向けな人和漢でいう巨匠向けな人が人用かなって分かるんですよね。で人参1個朝鮮人参1個でもちょっとこう元気つける作用がありますけどもその朝鮮人参の作用を強めるパターンが、えー、僕は2つあると思っています。1つは、えー、主君主等のパターンなんですね もう一個が、えー、仁義剤のパターンです至君、えー、死闘というのは、えー、人参、えー、物量肝臓術ですでこの術は白、えー、術でも僧術でも、まあどっちでも大丈夫ですでこれがいわゆる至君死闘パターンなんですねで、えー、気力を増す漢方薬と言われています で四君子湯はその四つの薬薬以外に大層と生姜が入ってますね。その四君子湯に陳皮と半夏を足したもの、そうすると薬薬が六つになって立君子湯と言われます。四君子湯が入っているとよりねこう気力を増すパターンと言われています。和漢でいう気居っていう病態に。 聞くんですね。でもう一つのパターン、その人参が入っている消薬の作用を強めるパターンと思っているのが、えー、僕は人気剤だと思っています。朝鮮人参と奥義が入っている薬です。えー、今日はというかこれからね、結構このつむらさんが出している茶色い手帳も使っていきたいと思っています。つむら医療用漢方製剤 という手帳でぜひあのお手元にある方はこれをめくりながらついてきてもらうと、まあ、楽しいかなと思うんですね。で朝鮮人参と奥義を含む腎偽剤といういわゆる疲れたなあっていう時に聞く薬ですその薬10個あります10個。で10個簡単に名前を言いますね。 その名前に従ってね順次説明していきたいと思います。えー、一つ目はえっと補充液糖という薬です。で補充液糖はえっと別名を、えー、リハビットとか若元という名前でも売られているそうです。でジュゼンダイホト、でニンジンヨト、でカミキとあります。神木キヒトはユク、えー、リズムという名前でも売られています。 紀飛島そして半、えー、ゲ・白術天麻島精神練心院というのはユリナールという名前でも売られていますで大暴風灯で清書液と陶器灯というこの10個があるんですねでこの10個今日は皆さんに覚えていただきたいと思っていますでねもう10個覚えるのが大変という場合にはまあ1個覚えればいいんです 僕は医師向けには、えー、悩めば一個覚えましょうって言ってますところが薬剤師の先生方は医師から処方箋が出てそれに対応しますからやはり全部ね覚えざるを得ないですよね。で僕が、えっと、医師向けに説明する場合、ね、あとまあ皆さんが OTC で進める場合ももう一つ覚えるんであれば補充液等でいいと思っています。 イメージは朝鮮人参と奥義を含む仁義材のねっつまり王様ですよねでこの補充液晶は、えっと、構成生薬この茶色い手帳で補充液晶を見てもらうと構成生薬が載っていると思いますでこれぜひ皆さんお時間があったら手術ポケットに入れてこう眺める、うん、練習をしてほしいんですね まあ、遊んでもらいたいといたとうかと確かに朝鮮人参と奥義は入っていてそれ以外に例えばサイコという生薬が入っていますサイコという生薬はこうこじれた状態に使うんですね旧世紀を過ぎた状態えー、漢方用語が嫌いでなければ「旧性期は、えー、太陽病っていいます 急性期を過ぎた状態を小用病って言うんですね。つまり小用病に使う代表的な生薬が。最古なんです。っていうことは。補中益気湯の理解は。最古を含む。ね。ええー、剤だ。って理解すると。えー、結構。わかりやすいです。だからこそ。こう。どんな病態でもいいんですよ。こじれて。疲れてる場合。 ですからね、例えば風に使う場合風邪という適応症はあります補充液等に。でもこれは最古が入っているからそして人気剤であるからある程度風邪を、まあ、患ってというかね長引いてそして最古で頑張る時期で疲れていて人気剤でこうサポートする時期。 それが補充液等の出番だよと考えたら分かりやすいと思います。で最後はそれ以外にもこじれた状態にいいわけですから虚弱体質が長いとかあと手術後とかねそういう時にも当然使えるイメージになります。食欲不振とかねそんなのにも効くんですね。で基本これは体格で言うと華奢な体格に使います。ただ 和漢の実証・虚証というのはあの昔からそう言ってますですから元気な人でもそれこそ仕事がつらいとか病気になるとかいろんな心の問題があるとかいろんな事情で一時期元気がなくなる時があるるんです。ある意味、虚証っっぽくなってるんです。 そういう時にはぜひ補充液等をね、えー、進めるとそして皆さんもそうなれば飲んでいただけば、えー、結構手応えがあると思っています、えー、基本朝鮮人参と奥義の薬は1日3回飲んでもらいますただ今言ったように、えー、僕もちょっと疲れたなと思うと頓服でね飲むことだってありますで人によっては、えー、1日2回の方がね 結構いいんだって人が不思議にこの仁義剤では多いなと思っています。で補充液と朝鮮人参と奥義の薬仁義剤の王様とまず理解してください。ね、次2つ目これは十全大補湯っていいます。十全大補湯はうん厚生生薬を見ていただくとこの茶色い手帳に書いてありますけれども なんと先ほどお話をした、君主刀の4つの訓薬が入ってるんですね。もう一回繰り返すと、人参、茯苓、肝臓、術です。術は、白術でも、草術でも大丈夫です。で、その子君主刀の成分以外になんと、死物刀も入ってます。十前大補湯は。陶器、 釈選挙需要です、ね、えー、主君主党は気虚わかんでいるんか気力がないなあっていう時の、まあ、特効薬、ね、一方え死物痘は虚ね。まあ血が少ないですから貧血って意味なんですけども貧血以外にももっとこう広い概念で栄養失調っぽい状態も血虚と思った方がいいです。 ですから十前大歩湯はよく気血良虚気虚にも血虚にも両方にも効くんだよそういう人気剤だよって書いてある本はたくさんありますそういう理解で言うとやっぱりその貧血っぽくなるっていうのがキーワードなんですね十前大歩湯ですからええー、結構大きな手術をするがんの手術とか、ね、あと手術をしなくてもがんの放射線治療をするとか。 あとはがんに対して抗がん剤治療をするとかそれはある意味みんな貧血の状態を誘導しますですからがんに対して結構重前大保糖を好んで使う医療施設が多いんですね重前大保糖はしもつ糖としくんし糖を含んでいる人気剤だ と覚えていただくと使いやすいかなと思いますね。ですから一個覚えるんなら補充液と、二個覚えるんなら従前大砲とです。そして三つ覚えるんならね、これは人参葉エイトがいいだろうと思います。人参葉エイトこれも人気剤なんですね。で、この中でちょっとこう注意するというか、うん、気をつける消薬は恩ンジって言います。 で、恩師は、最近は薬局で、恩師単体で売ってると思います。えっと、物忘れにね、あの、ご利益があるよ、というような文言で書いてあるんです。ですから、えー、物忘れっぽい状態を含む人のね、ちょっと疲れた状態、元気がない状態に使います。これ、それこそ、ある意味、こう、年をとって、 でちょっと元気がない状態なんですね未病っぽい状態それを、えー、最近ではフレイルと言ってますフレイルというのは、えー、ある程度の年を取った方が、えー、ちょっと元気なくなってきたと今、えー、と薬で介入するまたは社会的に介入するまたは家族が応援するそんなことで元の元気な状態に戻りますよっていう意味なんですね ですから、うん、最近は、えー、多くのね、えー、メッセージつまりフレイルには「人参養鶏糖がいいですよ」っていうのが結構、うんまあ、常識というかねよく見にするようになりました。でこれある意味漢方の素晴らしさでもあるんですけど限界でもあるんですね。つまり漢方って本当にひどい状態になったらやっぱり元に戻せないんです。 簡単に言うと、一つの例はね、えー、転倒して、えー、大腿骨を折りましたと。そうすると、いくら人参用硬トを飲んでいただいても、それは歩けるようにならないんです。一方、西洋医学で、えー、人工骨頭を痴漢すれば、それは多くの方が歩けるようになります。だから漢方はどうしたかというと、転んで骨が折れたら、元に戻れないから、 転ばないようにしたんですねそう思って使うと人参養栄桃のイメージが湧きやすいですしいろんなね最近人参養栄桃のトピックも理解しやすいかと思いますだから人参養栄桃は筋肉の衰えをゆっくりにするんだとね。あと何人かの先生は人参養栄桃は筋肉の量を増すんだねそんな報告をしている先生もいますなるべく早く飲んだ方がいいんですね 転ばないようにするためにそういうことを含めてある意味この認知機能の低下もね抑える意味で恩字も入っているんだろうと思います漢方薬は小薬の足し算ですからいろんなものの総和なんですねただベースになるのは朝鮮人参と奥義が入っていると理解したら分かりやすいだろうと思いますでね ともかく3つ覚えるんなら補充液と10全体法と人参養栄等なんです。で、この後えっと可能であればね。覚えてください。まず次の2つこれね。親戚なんです。木人と神木人って言います。神ってのは加えたって意味なんで、木人に最古と3。子子を足したやつが神木人になります。 で両方とも僕は心に効く人気剤だって言ってますイメージはうつっぽい人ね本当にうつ病の人うつうつ気分の人そんな方に気長に髪切り人を並びに切人を飲んでもらうと結構よくなるんですね。これは、えっと、漢方単独でも効くこともありますしもちろん西洋剤と併用しても効果を発揮します。 で最近は不眠,の人、ね、不眠の人でベンゾジャゼピンをやめたい人そんな人が見えると希人がか神希人を出してそして、えー、ベンゾジャゼピンをね毎日飲むのからだんだんこう、うん、離脱することなんかに、えー、結構使っていますし、えー、手応えがあります。で使い方は僕はもう神希糸でいいと思うんですね全部。 ただカミキヒトを飲むと結構飲みにくいいって人がいます飲めるんだけどこう胃が張るとかねお腹いっぱいになっちゃうとかそういう場合には貴人の方が飲めるんですつまりカミキヒトよりももっと華奢な人和漢でいう巨匠の人がキヒトタイプと思ってもらうと分かりやすいです。 気肥糖は、えっと、違うターゲットとしてこう再生不良性貧血とか、えっと、血液の、ね、悪性腫瘍なんかに結構併用するといいっていう先生もいます。ですから確かに病名に貧血ってやつも入ってるんですね。まあそういうことで、まあ、病名見ると貧血不眠症精神不安神経症とありますから今のイメージがわかりやすいかなと思います。 じゃあ次ね六つ目次は半ゲ白術天麻湯と言いますこれも朝鮮人参と黄耆が入ってるんですけどもイメージはこう耳鼻疾患に効きます特にめまいねでついでに蓄膿症なんかも OTC の薬では抗の、えー、効,効果がね入っていると思います、えー、まあその ジビカっぽい訴えに効く朝鮮人参と奥義を含む薬と覚えていただくと半下白術天魔等のイメージがわかりやすいですよね。でね次は精神練習院ってい,いうのは、えっと、ユリナールっていう名前でも売られています。 これは、えっと、病名見ていただくと分かるように、残尿感とか、頻尿とか、排尿痛とか、尿の濁りとか、排尿困難ってあるんですね。だ基本、大体尿、尿、尿、尿,尿。ね。泌尿器っぽいんです。で、織物にもね、効いたりします。だからイメージは、その、下腹部の病気。 そんな皮尿器疾患の病気だと理解するとわかりやすいですで、皮尿器疾患の多くの場合第一選択は八味腫瘍がんとか五尺腎気がんなんかもなると思いますただこちらは腫瘍が入っているんでね時々ムカムカするんですそういう八味腫瘍がんや五尺腎器がんがあちょっと飲みにくい人そんな方に 精神練習を出してもいいですしまあ最初からそういう飲みにくい訴えを防止するんであればねこの精神練習から始めてみるのもいいかと思っています。ね、精神練習は朝鮮人参と奥義を含む皮尿器疾患向けの薬だよっていう理解で十分通用します。次がね 大棒封筒って言います。大棒封筒っていうのは、えー、慢性関節炎とか、関節の痛みとか、神経痛とかあります。イメージはね、こうリュウマチっぽいんです。いわゆる日常用語でいうリュウマチね。その医学的な定義はちょっと置いといて。リュウマチのような疾患っていう意味です。あっちこっちの関節が痛いってこと。 いわゆるリュウマチに対する腎機剤だと思うと大いでかっていうとこれ朝鮮人参と奥義も入ってるんですけども何せ武士とねええ環境または商教が入ってるんですねええ環境の方がやっぱり温めます商教よりもで物資はやはり温めるんですねだからこう温めて楽になる 関節痛それには結構大暴風頭が喜ばれますこれも気長に長年あっちこっちの関節が痛いという方には大暴風痘出してあげると喜ばれることが多いです。OK あと2つねでこれはもう夏バテに対する腎機剤と思うといいです。 で効能効果初期あたり、ね、それこそ夏バテって意味ですよね暑さによる食欲不振下痢、ね、夏痩せ全身倦怠慢性疾患による体力低下食欲不振ってありますイメージは夏バテ向けの剤と思ってて処方してくださいただこれ気に入った人はねあのずっと飲むんです先生あれすごいいいから あの夏終わったけど飲んでいいですかね。一年中飲んでる人もいます。だからイメージは夏バテ向けだけども、でもえっと他の時にも本人が気に入ればね、ぜひ出してあげてほしいんですね。さて最後最後は陶器陶って言います。陶器陶はこれ病名はね胸痛腹痛胃炎ってなってます。 で昔の本を読むとやっぱり陶器糖って一番使ったのは胸の痛みなんです僕の理解はで今の胸心発作とか、ね、心臓のね心筋梗塞とかそんな痛みにも結構使ってましたでこれ酸素が入ってるんですね酸素ってえ結構鎮痛効果もありますで環境も入ってます で今使うのはそんな心臓病の痛みに使うことはありません。今使うのは六感神経痛とかに結構使います。ですから、うんまあ共通向けのね人気剤だって覚えてもいいですけども、もう六感神経痛とかね、まあ場合によっては体調方針の胸にあるやつなんかに使うという理解でも結構使えます。 それで、えっ、ー、と、この茶色い本ね、えっ、ー、と、これ見ていただくと、例えば、えー、補充液痢をやめよう。滑痕痕にしよう。滑痕痕ね、見ていただくと、滑痕痕は、こう、出典ってのが書いてあります。この右に。この出典ってのを結構今日はね、説明したくて、召喚論って書いてあるんです。 根にはでこれ順次めくってもらうと例えばうん先ほど申し上げた「八味ミジ溶それは「近畿要略って書いてあります。そして「大細古島」なんていうのは「消還論」と「近畿要略って書いてあるんですね。この出典消還論というのは1,800年前にあった。 いわゆる医学書です。その抗議の召喚論の中に、抗議の召喚論と近畿予約があります。抗議の召喚論は、急性発熱性疾患を扱ったものです。で、抗議の召喚論は、抗議の召喚論たす近畿予約なんですね。近畿予約は、雑病、いわゆる慢性疾患を使ってます。 つまり見てもらいたいのはこの近畿要略と償還論がいわゆる日本の漢方のバイブルなんです、ね、で皆さんに見ていただきたいのはさっき僕たちが一緒に勉強した10個の神器剤これずっとめくってもらうと調べてもらうとね一つも償還論とか近畿要略が原点のものはないんです。 わかかりますかみんな1,800年前よりもずっと新しい時代にできたもんなんですね。ということは償還論の時代同じようにつかれたら何を使うんだろうって疑問になるでしょ償還論の時代はなんと「拳銃刀」ってつくやつを使っています。 賢中党っていうのは大体、えー、4つあってね大賢中党小賢中党奥義賢中党のそして当賢中党ってあります。それはこれ見ていただくと例えば大賢中党は近畿要略小賢中党は召喚論と近畿要略奥義賢中党は近畿要略。 そして当期賢中等は近畿要略償、ね、還論か近畿要略つまり抗議の召喚論が原点なんですねつまり補充液気等のような、ね、人儀剤ができる前償還論の時代は賢中等という薬でそういう疲れたなとか元気がないなっていう状態を 一生懸命是正したと思うとわかりやすいと思いますねでね顕虫糖っていうのは、えー、中ね中っていうのは消化管消化機能だそうです松田先生の説明によると消化機能を立て直す薬が顕虫糖なんですねまあ食べられるようになると昔は良くなるとね、やっぱり理解したんだと 僕は理解、ね、考えていますで大腱中糖はもう皆さんご存知のようにえ医療用漢方製剤で一番、えー、使われている漢方薬です大腱中糖、ね、なんと生薬構成は実は山椒と環境が入ってるんですよ、ね、山椒って 陶器に入ったでしょだから大腱中灯は、えー、と手術後のねイレウスに結構使いますでお腹が張ってる時に。これは多くの先生方はイレウスだからって言って出しますけどもイメージは手術後の体力が落ちた人に出すための腱中灯だと、ね、そう理解した方が、えー、より正しいというかね えー、まあ理屈に合ってると思ってます、えー、証券中等は、えー、子どもの、ね、ある意味特効薬です、えー、松田邦夫先生はお子さんに関しては証券中等とご霊さで十分とも説明します、えー、証券中等は日々元気がない虚弱なお子さんまたはちょっと元気なくなった子な時に出します それ以外のお子さんの病気は結構みんな症状ね頭痛でも乗り物酔いでもお腹が痛いんでも風邪っぽいんでもめまいでもね結構五輪散でいけるんですで、えー、そういう子どもの元気がない状態に小腱中糖はいいですよっていうイメージが一つあってます一つというのは大人でも小腱中糖いい人いるんですねで陶器腱中等は陶器が入っているから やっぱ女性向けになります、えー、女性向けで、えー、生理の訴えがあってかつ元気がない人だから当期借薬さんよりももっと巨匠向けもっと華奢な人向けの薬と当期賢中とを理解したら分かりやすいですね。で「王義賢中とこれは王義ですから朝鮮人参と王義が入っているのが人材剤だったでしょ。ね。 朝鮮人参は入ってませんけども奥義と、ね、それを含んだ献中刀なんでまあ、えー、もっとこう元気がない状態に効くなんていうイメージでいいかと思います。でね今日の復習はやはり現代人技剤という概念が入ってきた現代は人技剤10個の中からまず、えー、体にね、えー、合うものを選んでいけばいいと思います。 そして、人技材がない時代の知恵は、研究陶類だったんだ。ということもご理解いただいて、そして研究陶類の4つの違いをまた理解すると、ずっと幅が広がるんですね。ぜひ、えー、人技材の10個、えー。王様は補充液陶です。そして、2番目が十前大補陶。フレイルには人参用液陶。 き人とかみき人は心の神器剤。半下ペクステンマ糖はめまい。精神電信は泌尿器。大暴風とはリュウマチ。聖書液とは夏バテ。陶器とは胸の痛みの神器剤。と理解して。いろいろ使い回してください。はい、お疲れ様でした。